真泉拓郎は日本の造園系都市計画科で登録ランドスケープアーキテクト。1967年に東京農業大学農学部造園学科を卒業した。プレック研究所企画担当参事を務めた。また、日本造園学会関東支部長も務める。2013年に第35回日本公園緑地協会北村賞を受賞した。 代表作に、横浜港未来21中央地区水際公園、奈良市の緑地、田日、干潟公園自然観察センター、牛久自然観察の森、国営吉野狩歴史公園、北墳糾墓などがある。AB 美しい国づくり、ランドスケープアーキテクト店東京農業大学、食との、は、くぷつかんはっと AP、 ピックス2013年、ブレック研究所関東支部について、日本造園学会関東支部、設計部門優秀賞港未来21中央、櫛水際公園、ランドスケープコンサルタンツ協会、真湯澄拓郎、奈良市の緑地、谷津、干潟公園自然観察センターの設計、ランドスケープ研究第59巻2号、日本造園学会、1995年11月、 ピアニッシモ、125から1 3十二一話題提供、環境教育と造園の関わり、平成3年度全国大会文化会報告、造園雑誌第55巻2号、日本造園学会、1991年10月、P165、眉住拓郎、平野和也、小寺のゆかよう、高橋勝茂、生田茂、以降の実物展示計画、 設計検討のための実験国営吉野ガリ歴史公園北紛糾防衛として造園技術報告集ナンバー5日本造園学会2009年 P24 から27ありがとうございます。